大久保留次郎5月12日から1966年11月19日は、日本の内務官僚、政治家、第18代東京市長。大久保佐吉の次男、茨城県行方郡月吉村生まれ。成果は農家。1913年東京高等、師範学校地歴科卒業。高等文館試験に合格し、内務省に入省、警察畑を歩む。 新橋、牛込、神楽坂各警察署長、警視庁特効課長、刑事部長、官房主事、台湾総督府警務局長を歴任。この間、坂井敏彦、徳田九一らが検挙された第一次共産党事件、約1600人が検挙された3.15事件など、共産党員の大量検挙事件の指揮にあたる。また、本庄豊は、 山本信春暗殺犯の黒田康久にの黒幕だったと推測している。大久保は、文字警察署長、桜井敏夫に目をかけ、桜井は、木村清の名の正義団を援助したこと。大久保の直属の上司である、横山情勢警保局長の親類である、石田栄一郎が、治安維持法違反で逮捕され、拷問を受けたことを山本に、議会で追及されたこと。 こうしたつながりと、大久保の思想、さらに黒田が戦後、自分に山本暗殺を持ちかけたのは、偉い人で、戦後、第二子になったと証言したことなどから、本条は大久保が山本信春暗殺事件の黒幕であるとした。その後千葉県知事、東京市条役を経て、立憲政友会の指示で1940年に、東京市長に選任。東京公開校や交通。 水道網整備に努め、1942年に退任する。戦後は、鳩山一郎率いる日本自由党に参加し、第22回衆議院議員総選挙で、旧東京2区から衆議院議員に当選するも、同年公職追放される。1950年解除後、東京7区、茨城1区から出馬し、途中に落選を挟みながら、4回当選。第2次。 鳩山内閣の北海道開発庁長官として入閣する。鳩山の退陣後、鳩山経議員をまとめていた河野一郎と田本を分かって、石橋丹山の指示に回り、石橋内閣第一次元内閣で行政管理庁長官、国家公安委員長を務めた。1966年11月19日死去。去年83。死後。 大久保の蔵書は遺族によって、行方市立北浦中学校に寄贈された。そこで、同校の図書室に、大久保と目次郎を先生記念文庫として蔵書されて、いたが、2003年の校舎新築で処分された。現在は、同校で大久保を忍ぶ資料は、肖像画と松下美沙を大久保と目次郎先生伝のみとなっている。1946年、 大野万博が日本自由党の幹事長となり副幹事長制を導入して山口菊一郎と神田博を据えようとした。この件について大久保は東京市場役時代に懇意にしていた広川博士前の起用を強行に主張。大野は根負けして神田を広川に差し替えた。これを機に広川は実力者へと成長していく。ありがとうございます。